目は、数字の乱高下を喜ぶ。小籔が支持率報道、政治報道に苦言。アベマタイムス。森友学園をめぐる問題が収束の兆しを見せない中、先週末に行われた ANN の世論調査では、安倍総理の答弁に対して、8割の人が納得しないと答えた一方、内閣支持率の低下は、わずか 4% にとどまり、50.5% 以上の人が支持すると答えている。他社の調査でも、森友問題には、国民から強い批判があるものの、内閣支持率は、微減、中には、微増という結果にもなっている。アベマプリマで、この結果について感想を求められた小籔千豊は、世論調査の話はあんまり好きじゃないとコメント。僕の周りのおっさんらは、あんなんしゃあないやろって言ってる人、いっぱいいてますけどね。今の内閣のことが好きじゃない人でも、野党なんなん？って言ってる人もいますよ。もちろん、もっと説明するべきだとか、ご婦人を承認喚問させないなんてどういうことだ、と、お怒りの方もいっぱいいます。ネットでも賛否両論見ていますが、大したことじゃなかった、何を、ずっとごちゃごちゃ言ってる、という見方の人も多いんじゃないですかと指摘。また、マスコミは、支持率が乱高下することを喜びますよね。日本が良くなるかどうかよりも、数字のアップダウンで喜んで、耳目を集めて、視聴率を求めて、うちの番組さえ良ければっていう連中が多いから。報道で、本当に、日本良くしようと思ってる人たちが 50% 以上おるんかなと疑問ですと批判。さらに、だから、数字がちょっと落ちたら、落ちた。って、すぐ騒ぐ。小池さんが都知事になった瞬間もおめでとう。小池フィーバー。着てる服はって、アホみたいに報道する。そして、ちょっとつまずいたら裏切られたって。それでみんな右往左往する。自分たちで作っとるやんけと。皆さん冷静に、結果はこうなった。良いことするかせえへんか、悪いことするかせえへんか見たらと、マスコミの支持率や政治をめぐる報道に苦言を呈した。これに対して、ネットでは、以下のような反応が。正論きたー。こりゃ左翼が発狂する W。さすが小籔だ。その通り WW。こればかりは賛同する。テレビで仕事する人がここまで言うのはすごい。高岡壮介以来じゃないか？あの人みたいに干されなきゃいいけど。小籔千豊座長頑張れ。小籔千豊座長頑張れ。報道に苦言良かったです。今回は小籔に同意。堂々と正論言うとは、なかなか度胸あるね。国民の多数派の意見だな。まともなこと言ってるな。辻元議員には、なんで、遺憾の絶対に数字取れるよ。正論。未だに、マスコミや野党は、完全に国民の声無視するからな。アベマって朝日が出費してるんじゃないの？記事にした人 GG。だけど、心配になるわ。正論がメディアで握りつぶされる日本はおかしい。言い方は下品だけど、内容は、同意、マスコミが勝手に作り上げた虚像に流されすぎ。この前アベマで、共謀罪について、小籔とえらい口論になってたおっさんがいて、ウィキで調べたら、福島瑞穂と事実婚関係とか書いてて、めちゃくちゃ納得した W。グリーンピースジャパンの反日のやつか WW。多分その人だけど、小籔が全くひるまずに挑発気味に相手してて面白かった。これ、みんなが思ってることなんで地上波で言ってくれ。全力でフォローする。